生意気をつくぞ。姉ちゃん呼んできていい？ダメ。ダメか。食べたいです。赤の一気。これ、あ、ほら、遊ぶやつ？目玉焼きが焼けるんだって。焼ける？うん。でもおもちゃに見える。そうそうそう、おもちゃに見えるね。はい、今日はかのさんに目玉焼きを焼いてもらおうと思います。はい。これね、かんちゃんグミじゃなくてゼリーなんだって。ゼリー、あ、美味しそう、ゼリー食べれるよ。ちょ、お見せて。あ、フライパンだ。そうね、フライパンだね、これなんだ。お、わお。目玉焼きにパチパチの素が2つにフォークとナイフだね、うん、といちごソース。ほんとだ、いちごソース。じゃあまずフライパンに入れていきます。これフライパンなの？そうそう、はい、まずフライパンにパチパチの素入れます、うん、これパチパチちゃんでいいでしょ。開かない。開かん、硬い、硬いな、ねえ、硬いな、硬いな。え、ちょ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 、本当や、え、一緒なの？一緒、うん、どんな感じかってた、なんかオレンジ色です。そうやな。次はいちごソース、その上にこれを乗せます。開けます、開けます、開けてください。開けますね。開かった、ウェイウェイウェイ。食べ、あ、おいしい、おいしい。じゃあせーのでやって、うせーの、よいしょ。ずっと待ったら開けます、開けます。おお、無理やな。無理やな。よいしょ。おお。あれ？はい。なんか音しない？音する。音する。ねえ、パパ焼けてる音するでしょ？うん。はい。じゃあこれにいちごソースをかけて。はい。お。美味しそうに見えね。ね。取れない。どうすんの、これ食べんの？食べてみよう。美味しい。美味しい？うん。あ、チキングミの味する。チキングミの味がする。だって美味しいんだもん。美味しかったらチキングミの味。うん、なんかね、ずっとニキニキ落としてらしてる。ほら、もうない。うん、あとちょっとでもない。もう、もうない。じゃあ、最後。ねね、ピンクよ。ピンクやない、いちごジャムって書いてあった。はい、フォークとナイフで食べましょう。はい。さあ、あなたはフォークとナイフの使い方わかりますか？わかる。え、あ、こっちに置いて。ほう。え、切れるよ。お味はどうですか？おいしい。もっと食べる。あれ、あれ。ねえ、これね、取れとるよ。え、君だけ移動しとるね。うん、え、でも移動せてない今。ほら、移動しとる。あ、もっと食べる。いいよ。ママに食べる。ママ、ママ、ママはいいよ。もうかんちゃん食べるだけ食べてみて。すごいね、この音。こんな風。かんちゃん、かんちゃん、切ってあげようか。あー、oh, no! トローンです。はい、確かしてます。 no! いい？はい、どうぞ。え、おいしい。ゼリーの味する。目甘い気も、うん、初めて。ジャム食べきる。地球グミとどっちがおいしい？うん、こっち。こっちか。だってこれゼリーでしょ。ゼリーだよ、向こうグミだもんね。ゼリーの方は美味しいもん。そっかそっか。私ね、ゼリー大好きなんだよ。うん、姉ちゃん呼んできていい？ダメ。ダメか。食べたいで、全部。全部食べたいで？うん。美味しいもん。美味しいか。ね、まうやつ。もうなくなっちゃった、君が。でも食べれるよ、私。うん、ポチポチするでしょ。あー、なたでここだ。そうだよ。中猫ってなってるんだよ。ナタデココゼリーだ、これ。でもこれ対象年齢5歳以上って書いてある。あ、いいや。うん、
まだ焼けてないの。焼けてないの。ずっと経ったら焼けるの。これは。置いとこった。こっち焼けるんだよ。ジューシーだって。母にあげてきていい？ダメ。一個いいけど。パパ、食べる？これ今の一瞬でできたの？うん。ゼリー状に？ゼリー状のやつがあるの。何や、それはびっくりした。甘い。甘い。なんか酸っぱいけど。オレンジ味っぽいパチパチやった。え、パチパチってね、紫よ。紫の色や。うん。はい、大丈夫。誰が来るでしょうか。兄ちゃん。正解はお兄ちゃんでした。イエーイ。あ、兄ちゃん近くまで行って話したって。ちょっと早くしてよ。いき。ちょっとゼリー。目玉焼きゼリー。パチパチ言っとるやろ。パチパチ。母ちゃん作った。全部名前食べたんだけど。かんちゃんが作ってくれたよ、目玉焼き。ねえ、かんちゃん。ごめんね。お兄ちゃん、いいよ。もういいって。お兄ちゃんは普通の目玉焼きが食べたかったそうです。おいしいな。上手に目玉焼きを作りました。バイバーイ。バイバーイ。